9回裏2アウト、ワイバーンズの代打は品田達夫です。東京都出身の22歳、4年間のファーム生活を経て今日一軍登録されたばかりのバッターです。この局面で守備の要ともいえる酒井選手に代わって初打席品田。いやー、藤田監督随分思い切った采配ですね。そうですね、酒井選手に何かねアクシデントでもあったのか、もしくはこう延長をね見越しての策なのか。なるほど。まあどちらにしても何か別の意図があっての代打と考えるのが自然でしょう。さあ、ここまでワイバーンズ打線を抑えているギガンツ澤田投手にとっては長打を警戒さえしておけばいいわけですから、ここで一安心というところでしょうか。さあ、1球目を投げた、左へ切れた、ファウル。サード投手としてはここは長打は避けたいところですからね。はい。それに今日のカーブ切れいいですよ。自信があるんでしょう。さあ、澤田2球目どういった球を投げるんでしょう。2球目を振りかぶって投げた。またカーブ、うまくカットしましたね。ファウファウファウ。6球目もカットしました品田。カウントは2ナッシングのままです。いやー、品田選手いいですよ。全て積極的に振りに行ってますよね。はい。なんとか澤田投手のカーブにね食らいついていこうという姿勢が見えますね。そうですね、ここまで全てカーブの澤田、一発を狙うバッターの心理を読んだ見事な配球と言っていいんでしょうか。まあでも品田選手も徐々にタイミング合ってきましたよ。完全にカーブ狙いですね。7球目打った、大きい大きい、伸びる伸びる、入った、ホームラン。来ましたね。いやー、大きいホームラン。なんというドラマ。今日一軍に上がったばかりの品田、プロ初打席初ホームラン、しかもさよならですよ。カーブ連投の後のストレートですよ。普通のバッターだと差し込まれるんですけどね、よく打てましたね。ワイバーンズの新たなヒーローが今夜誕生しました。ワイバーンズ品田、品田達夫。品田、今回は絶対返すって約束だろ。おい、こら、早く開けろ。こら、あ、聞こえたぞ。もうちょっと待ってよ、宇野さん。あ、やっぱいるんじゃねえか。ドア開けろ、こら。そんなに怒んなくても、俺と宇野さんの仲じゃん。俺とお前の仲だ。俺はお前との腐れ縁をなんとか切りたくて仕方ねえんだよ。返せよ、俺のさんま。俺は宇野さんとの縁を切りたくないの。なんだよ、どういう意味だよ。金の切れ目が縁の切れ目って言うでしょ。完全返済なんて俺まだしたくないの。そうやってなんだかんだ言ってビタ一文返さねえつもりなんだろうが、今日という今日は絶対返してもらうからな。おい、開けろ、こら、開けろってば。お宅も切り取り、時間かかるならうちは出なそうか。いや、そんな。な、どうしたの。じゃあ俺も手伝おうか。大丈夫です、もう帰るんで。品田、出た方がいいぜ。本業さんだよ。おい、品田。高杉さん。いや、さっき大家さんに会ってね。ここの大家さんいい人だね。家賃を代わりに取り立ててあげるって言ったら喜んで貸してくれたよ。いや、困るな、大家さんったら。今日振り込もうと思ってたのに。
さっきの彼からも借りてんの。ダメじゃない、仇同士でお金の貸し借りしちゃ友達なくすよ。そうっすよね、さすが高杉さん、いいことおっしゃる。でももっとダメなのはよ、本業から借りて返さねえことだよな。品田、今日が何の日か忘れたんじゃねえだろうな。覚えてます、覚えてますよ、利息の返済に。だよな。うちの下の子の財布だってもっと入ってるぜ。翔さんだけどよ。こりゃ恥ずかしい。ひなだ、風俗ライターなんて食えねえ仕事してねえでよ。俺がもっと割のいい仕事面倒見てやるよ。まさか、今さらマグロ漁船なんて王道じゃないっすよね。以前借金の方に小さな板金屋の権利を抑えたんだが、社員不足でな。板金屋？そんなに稼げるんですか？うん、金属の板をプレス機の上に乗せるだけの単純なお仕事なんだけどよ。ほうほう。まずはそこの正社員になる。で、仕事はすごく簡単さ。金属と一緒に自分の夢をプレスして落とすんだよ。ほうほう。え、社員になれば労災適用されて、指一本だいたい30万くらい保険金が下りるからよ。お前の場合だと1本、2本、3本まあ関西しても鼻くそくらいほじれるだろう。いや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 、紹介はありがたいんですが、 ほらほら今日の夕方は取材一件入ってるんで、ちゃっちゃと原稿書いてギャラもらって、そしたら高杉さんとこに直行しようと思ってたんすよ。ほう、関心じゃねえか。でしょ、さすがに利息も返せないんじゃやばいことぐらい俺も分かってますよ。だったらよ、なんでこんな時間まで寝てんのよ。ひなだ、あんまりクロートの金貸しなめてると出すとこ出すからな。出すってどちらに？俺はその気になりゃ名古屋組にケツ持ってもらうことだってできんだぜ。やだな高杉さん、ご冗談を。冗談で済ませてほしけりゃさっさと仕事してこい。
気になさんなて。どうも、夜遊びマガジンです。いらっしゃい。なーに、たっちゃん、取材の時間過ぎて待っとるがね。いやいや、店長いつもごめんなさいね。もうあっちこっちの店からさ、うちを特集してくれたの、新人が入っただの、取材依頼殺到でさ。でも安心して、次の関東グラビアはミルクちゃんって俺決めてるから。俺がよ、ミルク、今日からしばらく店休むと。え？今日来てないの？なんで？知らんがね。店長でしょ？店の子のプライベートに首突っ込んどったら身が持たへんがね。女も40超えるといろいろあるんじゃねえのか？更年期障害とかよ。まずいよそれ。夜中に入稿しないと印刷間に合わないんだよ。まあ、たっちゃんプライベートでもよ、ミルクの常連だでさ、今さら体験取材しせんでも適当に書けるがね。ダメだよ、絶対ダメ。今日は何が何でもミルクちゃんに来てもらわないと。一応きっちり体験してから書かないと臨場感出ないからさ。プレー代経費で落とせるからって公私混同しんといて。こないだもミルクの特集組んだだろ。でも俺が言うのもなんだけど、あんな写真乗っけてまって問題に合うわけ？まあそれなんだけどね、こないだのミルクちゃん特集、編集部に大量のクレームが来ちゃってさ。そりゃそうだわ、若い頃の写真なんて使うから。今とどえりゃ違うしな。どうしてもミルクちゃんがこの写真使ってくれって言うからさ。ほんでも何年目の写真なんだこれ。相当前だろうね。あ、というわけで俺も編集長にこってり絞られて、今月は何が何でも現在の写真を撮って掲載しないとクビだって言われてんの。それに今日原稿料もらわないと、俺の指がほとんどなくなってミクちゃんの太もも触れなくなるんだよ。わかったわかった、声出すなよ。繋いだるで自分で説得しや。もしもし、ミルクちゃん。あ、たっちゃん、ごめんね。どうしちゃったのさ。実はね、私の弟がね、久保田警備っていう警備会社に勤めとるんだけど。警備会社？美術品を運搬する警備中に高価なもの壊してまって責任問題になっとるらしいんだわ。弁償金を払わんと怖い上司に殺されるかもしれんせんって、今会社に監禁されてまっとんだわ。それは
警察に話した方がいいんじゃない？彼の上司以前四課におったんだって。なんかあると決まって名古屋組に勝ち込みさせたるぞって脅されとるって言っとったわ。名古屋組か。警察に通報したら何されるかわからんでしょう。私心配でデラ取材どころじゃにゃーって。だでごめんね、たっちゃん。じゃあちょっと待って、弟さんが無事解放されたら安心ってことだよね。今日取材受けてくれるってことだよね。でもどうしたら。久保田警備って言ったよね。俺が何とかしてみる。とりあえずミルクちゃんはいつもの出勤の準備して待ってて。店長、久保田警備ってどこにあるか知ってる？確か一応通りにあるはずだけど。なに、たっちゃん行く気か？こっちも首と指がかかってるんでね。どうも、夜遊びマガジンです。何でしょうか？私風俗ライターをしてる品田というものでして。風俗リアター？こちらでミルクちゃんの弟さんが。ミルクちゃん？太ももクラブのミルク。本名はあれなんだっけ。とにかくね、あなたたちが今監禁してる社員を解放してくださいよと。鳥山の件ならギャーブの人間には関係ねえことだ。場違いだ。うせな。こっちはその鳥山さんが無事に家に帰れればそれでいいんだ。迷惑をかけるつもりはない。鳥山さんに会わせてくれ。風俗リアターさんよ、黙って言うこと聞いとかんと痛みじゃすまんくなるぞ。うお、怖っ。そのセリフ実話系の雑誌で覚えたの？おちょくっとんのか。俺ら全員とやり合おうってか。ええ度胸だが、手加減いらんわ。一気にやったれ。鳥山さんを呼んでもらおうか。くそ。鳥山さんですね。ミルク、あ、いや、お姉さんから聞いてきました。姉ちゃんが。あんた、うちの社員のケツ拭きに来たんだって？えらい助かるわ。鳥山さんが警備中に美術品壊して責任問題になってるらしいですね。うん、あんたが代わりに払ってくれるんだろう、弁償金。そういうのって会社で保険かけてあって個人の責任までは問われないもんなんじゃないの？一回だったらな。こいつが今まで散々ヘマやってくれたおかげでうちはお上から散々忠告受け取るんだ。それなのにこいつはどえりゃことやってまったわ。保険やなんだで片付く問題じゃあるせん。
弁償できなきゃこいつには闇金で借金付けになってもらうしかねえんだわ。その美術品ってのは？こいつだ。あ？何これ？世界のホームラン王掛川浩二が世界記録を樹立した時のバットです。野球殿堂博物館に運ぶ途中に落としてまって。でどうすんだ、おめえが代わりに弁償してくれんのか。そんじょそこらの人間が金出して買えるような代物じゃねえぞ。弁償は無理だけど。おいおい、おめえは何勝手に。鳥山さん、これ大丈夫だわ。え、修復できるってことですか？違う違う、これ偽物。素人が出まかせ言っとったらいかんわ。こら、掛川さんが使ってたバットって圧縮バットなんだよ。圧縮バット？1981年から使用禁止になってるから今はプロじゃ使われてないけど、当時なら圧縮バットのはずなんだ。よう分からんけど、それは違うんですか？違う違う、圧縮バットってのは反発力を高めるために木材に樹脂加工を施してあるんだ。これしてないでしょ。あ、よく見ると松屋にもついてねえじゃん。これ間違いなく偽物だわ。ただのサインバットなんじゃないの？ってことは。そうね、弁償金にいいとこ1万円ってとこじゃないの？てめえ何者だ、ほら吹いとんじゃねえわ。疑うんだったら鑑定出してみなよ。出すまでもないけど。何の騒ぎだおめえら。あんたが社長さん？だったら話が早い。鳥山さんが壊した高価な美術品ってやつね、あれ偽物だから、その鳥山さんの責任とか処分とかちょっと多めに見てやってくれない？何の話をしとるんだこちらさんは。おい大野。は、はい。美術品の運搬いうのはどういうことだ、俺は聞いとらんぞ。違うんです、これは。おめえ、また会社に来た仕事を個人で受け負って未然に稼ごうとしとったんか。え、いえ、これはその。おめえが勝手に何やろうが構わんがな、俺の会社に泥塗ったらかんぞ。すみません。しかもよその方にまで迷惑かけてまって、もう一発あちらさんの分も刺したるわ。タイムタイムタイム、鳥山さんの件が大事にならないんなら俺はそれでいいんで。そうですか、そんならしっかり詫び入れないか。申し訳ございませんでした。もしもし姉ちゃん。ああ、品田さんのおかげで助かったんだわ。ああ、ありがとう。姉ちゃんが今からパートに向かうそうです。パート？ああ、仕事ってことね。助かった、これで取材できる。品田さんは姉ちゃんの上司ですよね。姉ちゃんはどこのスーパーか教えてくれせんのですが、今度改めてお店までお礼に伺います。ああ、いやいや、それは結構、大丈夫だから。そうですか、でも本当にありがとうございました。今後ともはねお、いや美恵子をよろしくお願いいたします。はい。Thank you.
いいねミルクちゃん、今日は特にいいね。そうそう、いいよ。やだたっちゃん、恥ずかしいだね。こんなおばさんの写真なんて。やっぱり昔の写真を。ダメダメ、そんなことしたらまた苦情殺到しちゃうよ。この間の写真苦情来とったの？もう大変だったよ。雑誌見てミルクちゃんを指名したお客さんがさ、なんであんな写真使うんだ、実物の方が断然綺麗なのにって。はい、じゃあ今度はカメラの方を振り返って。うそ。女が女を捨てなければ年齢を重ねるほど美しくなると思うんだ俺。初めて出会った15年前も綺麗だったけどさ、今日のミルクちゃんの方が綺麗だよ。だっちゃん、え？ありがとう。お世辞じゃないからね。うん、弟のこと。ああ、あんなのいいってことよ。それよりミルクちゃん、これは外しておこうか。あれ、やだ、ごめんなさいね。そろそろ体験取材しましょうか。今日はお礼の気持ちを込めてよーけサービスしたるわ。それじゃシャワー浴びますか。やべ、忘れてた。俺の3万後にしてよ。急ぎで原稿入れないと宇野さんに返すお金ももらえなくなっちゃうんだから。返す気もねえくせによく言うぜ。んなことないって。原稿料もらったら宇野さんとこ直行しようと思ってたんだからさ。どうせ闇金にも同じこと言ってんだろ。図星だろ、逃げられないように仕事場まで同伴するぜ。マジで？おめえいつからあの闇金に借りてるんだ？闇金って高杉さんのとこから。あの人が金栄町に来たばかりの頃だから1年くらい前かな。あいつは相当ヤバい金貸しだって噂だぜ。ヤバいって？名古屋組とつながってるってこと？噂だけどよ。名古屋組って怖いのかな？そりゃお前こっちだもんよ。宇野さん、名古屋組の組員って見たことある？俺はねえけどよ。俺も金栄町に来て15年だけど、名古屋組どころかヤクザっぽいやつさえあんま見たことないよ。声でけえよ。でもまあ多分どっかにはいるんだろうよ。噂だと蕎麦屋の出前が間違えて名古屋組の事務所に入っただけで目ん玉くり抜かれたとか聞いたぜ。とにかくこの辺じゃ泣く子も黙る組織って言われてんだ。そことつながってるようなやつから金なんか借りたらお前本気で殺されかねないぜ。あら、宇野さん俺のこと心配してくれてんの？そりゃそうだろう。お前が死んだら3万返ってこねえもんよ。ちゃんと返すって。いつかは。いつかじゃなくて今日。なんでさ。行きつけの店に今日新人の子が入ったんだよ。どうしても一番に味見したくてな。それってシャチホコ娘のジュリアちゃんのこと？さすが風俗ライターよく知ってんな。宇野さんほんと新人好きですね。でもあの子って元マッドマックスのナナコちゃんだよ。え？あのおばはん？店変えて源氏名変えただけ。マジかよ。あ、待て！
あれ、ちょっと編集長、いつもより少なくないですか？たけ、何回連続で締め切り破っとると思っとるんだ。でも印刷には間に合うでしょう。今時手書きの原稿なんてこっちの苦労も考えろ。嫌なら今度から仕事増れせんぞ。ああ、はいはい、わかりましたよ。豪華に焼肉でもって思ったけど、ここは回転寿司でセーブするか。高杉さん、回転寿司？ギャラもらったら俺んとこに直行するんじゃなかったのか。全額持っていくってのはなんとか。昨日から何も食べてなくて。おいおい、どうなってんだよ風俗ライターのギャラってのはよ。全額もらってもレシートも足りねえじゃねえかよ。うちの娘のお年玉だってもっとあるぜ。小4だけどよ。こんなんじゃ永遠に完済できねえな。いよいよ板金屋の社員だな。そればかりは。保険金で元本返して、障害者保証で利子返して、ほら宛名自分で書け。残金132万7534円と。おいおい、
おばちゃん、当たったよ。またあんたか。俺だって来たがねえよ。来月からはホームラン賞の対象は3番打席だけにするでね。東京ギガンツの沢田、あそこでホームラン打った客はまだおらんからね。あんたもあいつにはかなわんだろう。悔しかったらいっぺん打ってみえ。ナイスバッティング。学生時代野球部だったのか。どんな人間にも一芸あるもんだね。高杉さん、これだけは勘弁してくださいよ。俺が小銭を取り上げないのはお情けだと思った。お前の行動なんて全部知ってんだよ。ギャラ入ったんだろ。牛島さん、付けの生産がてら飲みに来や。ああそれがもう早く金がないってか。しょうがねえな。今日のお通し、あんたの好きな味噌煮込み作ったんだ。とにかく店に顔出しゃ。本当ありがとう牛島さん。待っとるで。寄り道したらいかんよ。
勘弁してください。いらっしゃい。おお、あんたか、品田。牛島さん、牛島さんの人情に涙が出そうっすよ。俺何言ってるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だで商品券でもええから回収しなかんわ。え、なんで知ってんすか。たけえ、俺は商店会長だで。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あのおばちゃん、ほら、これ一杯5,000円。それが、その何、商品券すらもうあれせんのか。頼む、牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。お願いします、牛島さん、何か一品でいいですから。よー、そんなこと言うがね、品田。前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言ってたまりにたまったつけがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ押せえぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど何かあったのかな。見んといて。え、東上会と大海連合って知っとる？関東と関西のでかい屋さんの組でしょ。そうだ。そこの幹部の安住と高知って男が今日禁煙で死んどったとさ。え、殺されたの？事故だと。いや、ついてねえ。その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎をとっちめるとかで両方の組織の人間がこの辺をうろついてるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだえお客様だ、うん、そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が近衛で誰か探しとるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれ、マスター今日混んどるね。今カウンター開くで座れるがね。よう、風俗レアターの兄さん。確か警備会社の大野さんでしたっけ。あんたが出しゃばってくれたおかげでわしの顔に穴が開いてまったかね。どうしてくれるの。それは大変ですね。ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教えてちょう。そうだな、バッティングセンターなんてどうでしょう。あれ結構いいストレス発散になりますよ。ふざけとんのか。ふざけてないよ。ふざけとるかや。だいたいさ、逆恨みにも程があるんじゃない。なに？あんた最初からあのバットが偽物だって知ってたんでしょ。何言っとるんだおめえ。わかりやすい動揺しちゃって、最初からヒビか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんですよね。わけわからんこと言っとると
うさばらしでなくマジでいかんぜ。図星か。俺が今まで何百本割れたバットン見てきたと思ってんだよ。落としたくらいであんな割り方するはずないんだよ。鳥山さんにわざと破損させて弁償させた上に、自分たちでお宝バットをせしめようって悪巧みでもしてたんじゃないの？そこまで見当ついとるんだったら、まあいい、消してる。あれ、名古屋組に勝ち込みさせるんじゃないの？これくせえわクソダゲ。お宮の悲鳴でほっぺのうずき癒してもらおうか。後悔させたるわ。この借りは早く返したるわ。覚悟しときゃよ。誰だよあんた。
新栄町である男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金鋭に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男は一見この町に溶け込んで暮らしているが、誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去を。心当たりが。知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだな。元名古屋ワイバーンズ背番号47、品田達夫。お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。